んばんは。こんばんは。本日は急なんですけれども、キャスター討論会ということで、まあ、この時期ですので、スカイプでお二人、小野寺さん、そして川田先生、それと澤田一先生と私とで、まあ、緊急の討論会を開催したいと思います。それではお一人お一人まず自己紹介からということで、澤田先生からお願いいたします。はい、ですね、水曜日中心に出ております、キャスターをしております澤田です。今日もよろしくお願いします。まあ、基本金曜日、担当しております、川田忠さんでございます。どうぞよろしくお願いいたします。月曜日と大体は木曜日、まあ、そのキャスターをしております小野寺まさると申します。よろしくお願いします。はい、ということで4人でなんていうか進めさせていただきたいと思います。実は4月29日、今日は昭和の日ということで、ゴールデンウィーク始まりました。で、まあ、5月6日まで今のところは自粛というか緊急事態ということで、なかなか外に出ることができない、まあ、そんな中でもまた国際政治を見てみれば、まあ、北朝鮮における、まあ、金正恩体制なんかもう死んだのかどうかよくわからないような情報とかも錯綜しているわけですが、なんて言うんでしょうか、まあ、いわゆる危機管理について議論を深めることができればというふうに思ってるんですけども、まずじゃあ口火を切っていただくのはどなたにしましょうか。小野寺さん。川田さんでしょ。あ、川田さん。じゃあ川田先生、もともと討論会のやりましょうというお話も提案していただきました。まあ、ですね。あ、はい。はい、ですね。そもそもが今まあ、陰でというか話題になっているのが、北朝鮮の金正恩のですね、まあ、動向ですよね。生きているのか死んでいるのか、まあ、これはもう私たちには今現在では分からないわけですけども、ただやっぱりこういうニュースが流れるっていうゆえも含めて考えたときに、特に私たちは北朝鮮の拉致による我が同胞をですね、拉致されているというこの拉致事件というのがあるわけでありますから、まあ、そういったのも含めて、人によってはですね、まあ、今もコロナ、まあ、武漢肺炎で大変なんだからここはいいじゃないかという人もいるかもしれませんけど、だけどこれはですね、こういう時だからこそ危機管理というのをしっかりと踏まえた形でですね、そしてある意味では政府には、もし金正恩氏に何かあるんであれば、こういった機会を逃さずにですね、この拉致問題解決のためにですね、厳しくやっぱり、追及をしたり、または外交交渉をしていくということを国民としてやっぱりですね、求めていくってことも僕は大事なんじゃないかなと思っているところでございます。まあ、そういう意味でですね、実はこの北朝鮮の拉致問題や、または今回の金正恩氏が動向、そういったのはですね、この今までの政府の武漢肺炎に対する対応、これは全てですね、共通している話で密接不可分な話だと思っておりますので、まあ、そういったことを中心にですね、今日皆さんと議論を深めることができればなと思っているところでございます。はい、いやなんか本当になんか金正恩ってなんて、私もなんか連日その CNN からまずなんていうかなんか危ないんじゃないかって出てね、なんかずっとその後なんか本当真偽不明で、おまけにトランプ大統領がなんかいつか私は上京してると、でそしてまあなんかいつか皆さんも知ることになるだろうって言って、まあ本当に分からなくて、まあその分からない状況をまあ今情報としてどうなのかっていうことはなかなか議論はできないにしろ、準備を進めることはとても大事だと思っていますし、でもちろん国家として拉致被害者を何かがあった時にこう救いに行かなきゃいけない、で中でも特に北海道って拉致被害者多いじゃないですか。そういった中で、まあ、市議会とか道議会の中でどんなふうになんか皆さん思ってるのかなっていうのも気になるところなんですが、今市議会の状況っていうのはどうなんでしょうか。明日明後日と臨時議会が行われます。ただやはりですね、こういう危機管理っていうことに関しては、まあ、関心がないわけではないですけども、その議論の仕方がやっぱりちょっと私とは違うんだなと思っているわけであります。まあ、すなわち当然一
地方自治体ですから、できることは限られているにしても、やはりしっかりと大きな視点もきちんと踏まえながら、今この現場ではどう対応できるかということを考えていくということが大事であって、まあ、そういう意味ではですね、今、札幌市は、他はだんだん、例えば武漢肺炎についても感染者が少なくなってきているにもかかわらず、いまだに札幌市だけは多いということ ですね、この原因は一体何なのかということをですね、厳しくやっぱり、まあ、今現場は大変なのは重々承知ではありますけども、これを究明することが大事なんじゃないかという議論をしていくことをですね、どうこう避ける部分があるかなと、やっぱここを何とかしなかったら、結果的にですね、また1ヶ月後2ヶ月後も状況が変わらないということにもなるんで、やっぱりここの部分の議論の仕方っていうのがちょっと僕とは違うかなっては思ってる現状がありますね。はい、でまあ、そうした中で長いゴールデンウィークですごく自粛要請を北海道でもされてるわけですけども、まあ、連日のように北海道はなんか逆になんかこう第2波が来てるのか少し増えてるんじゃないかという話も出てきていたり、あるいは今日の北海道新聞では、まあ、なんていうか、かなりその北海道でも、まあ、なんていうか声を切られた人がいるっていうのは、まあ、そんな状態が報道されています。今の北海道の、まあ、まさに武漢ウイルスというかコロナウイルスの現状について、小野寺さんどういうふうにいわゆる道議会あるいは、まあ、知事含めそういうような対策についてどう思われているのかというご感想というか意見をいただければと思うんですが、まあ、僕はですね、北海道の危機管理能力ということで言えばですね、極めて低いというふうに思ってます。で、実際には他の知事等々も見てもですね、まあ、例えばパチンコに集まっているということは非常に危険だと、まあ、多くの方がそれでどうにかそれをなくしたいですとか、まあ、ある自治体はマスクを買える券を配るですとか、その住民がどうやったら困るのかだとか、住民がどうしたらその感染を広げないか等々ですね、まあ、真剣に考えているというのを住民にしっかり伝えているというイメージがあるんですけれども、北海道で言えば昨日もニュースになっておりましたが、まだ50店舗以上のパチンコ屋さんが開店をしているというのを、昨日になって初めて知事がですね、会見しているのは遅すぎるだろうと、でもう同職員が言ってこれからお願いしますみたいなことを言ってますけれども、もっと早くやる必要があったと。それは北海道は緊急事態宣言というものを出したのは2回目ですから、もっとその能動的にやる必要があったんじゃないのかなというふうに思います。今でも札幌ではお見合いパーティーをですね、日々毎日やっているというようなことに関しても、どういうふうに思ってるんだと、こういうような会がもっともっといろんなところであると。で前回もその、集団クラスターが発生したところはスポーツジムだったというような話もありますけれども、まあ、多くのフィットネスクラブでですね、そういうような事例があったとしたら、北海道はそういうことをちゃんと抑えていたのかというふうに思いますし、実際にそのいろいろネットを調べたらですね、ヨガ教室をやっているそんなのいっぱいやってますから、それをどういうふうに思っていたのかというのをですね、私は本当に忌憚したる思いがしてですね、まあ、できなくてもそれをやるんだという姿勢をですね、道民にはしっかり見せるべきだったんじゃないのかなというふうに僕は思っていて、まあ、今の北海道の、まあ、そのなんですか、その点数をつけるとしたら30点ぐらいしかつけられませんね。はい、まあ、厳しいなんていうか点数ですけれども、でも考えてみれば先週から大阪府の知事が相当なんていうか公表するということで話題になっていて、みんなやっぱりゴールデンウィークが始まる休みの前に相当なんていうか力を入れていた、うん、で東京都の場合はもう昨日の時点でパチンコ店のもうゼロになったっていう話になっていますので、今日はゼロじゃなかったみたいですけどね。ああそうなんですね、まあ、ただ何店舗って本当に少ない店、2、3店舗だったかな、はい、まあ、ゼロじゃないけど、まあ、ほとんどないってことですね。はい、まあ、大都市に比べてもちょっと出遅れ感があるというふうなことなんですけれども、澤田先生、澤田先生もね、はい、いわゆる歯科医の立場でいろいろなんかこうね情報を聞くことあると思うんですが、はい、今の北海道の現状についてどういうふうに思われますか、このウイルス状況。ですね、きっとね、知事とか政治家の方々が思っている以上に地域は大変なことになってます。うちの歯科でもですね、4月がですね、あ、3月が、20% ぐらいのダウンですかね。だけど完全に今月は患者数で 50% ぐらいの
あの落ち込みになってるし、これが医療系でこれですから、普通のところではもうほとんどもうあの持ちこたえることができなくなるんじゃないかと。それで、ね、連休明けに今度そういう数がどっと出てくるんじゃないかという気がします。それから先ほど小野谷さんが言ってたようにですね、このパチンコ店50数件かなんかが未だにちょっと話ができてないっていうこと自体もですね、これ北海道かなり厳しい状況になるんじゃないかというのがね、連休明けからどうなるかというのが本当に怖い気がしますね、これね。はい、あのまあ本当にどれだけそのなんていうかこうね、あの感染をあの減らしていくかっていう、まあ、緊急性のあることと、そして今澤田先生がおっしゃったのはやっぱりその一方でなんていうか自粛をすればするほどもうすぐに経済的に困る、あの本当に困窮する生活に困る人たちがいるっていうことで、まあ、川田先生なんか札幌市の方でも、まあ、道庁の方でもあのなんていうか保障問題っていうのが今あの出ているようですが、今どんなふうなあの状況で進んでいるのか、まあ、見通しとしてね、あのできれば道民の多くは早くあの休むのと引き換えに保障してほしいという気持ちがあるんですけれども、どんな議論になっているのかご紹介いただければと思うんですが。あ、そうですね、あの明日明後日に、まあ、あの議会で国の緊急経済対策を受けてですね、あの2000億円以上 の、 あの補正予算が決定するわけでございます。でその中でですね、あのよく今議論されている10万円 の、 あの特別給付金ですね、まあ、これもあの当然あの決まるわけですけども、受付としてはもうあの連休明け遅くてもですねからもう受付できるように準備して、すぐ支給できるような形にしているところであります。まあ、あのいろいろとあのあと経済対策の部分でのあのいわば融資の部分もですね、まあ、例えば、札幌市でやってるあの融資について言えば、あの500万円までは2日以内にですね、融資をすぐあの出すとか、まあ、そういった対策もしているわけでありますけども、その中でですね、やはり重要なことは、やっぱりこう人口が少ない中、多い中で札幌市の場合はですね、あのやはり今100名の体制でやろうとしているわけでありますけども、あの一番重要なのはこの事務の作業も含めてすぐに市民の皆さんに提供できるような体制を作っていくということが大事なことであってですね、これをですね明日ですね常任会でも議論してですね、人数が足りないんであればもっとですね増やすべきであると。今例えばあの新規雇用あの新卒者の方々で3年以内なんですけども、まあ、今回の武漢肺炎の件でですね採用されなかったりとかいう方を、まあ、非常勤職員としてですね、採用して、そしてあのどんどんですねいろんな作業にも従事してもらおうということで今やってるわけでありますけども、まあ、それでもまあ足りなければまたさらに追加でですねやっていくというですね、とにかく従来の形式にとらわれずにですねまず早くできることはやっていくという考えにはですね札幌市も、まあ、多分道庁の方もそうですけどもなってはいるんだと思うんですが、ただ問題なのはさっきですねお話しした例えばこの、北朝鮮の問題も含めてなんですけども、根本的な、危機管理に対する姿勢そのものが違うと、また何か大きなことが起きたときにちぐはぐなことになってしまうという危険性があるんで、そこのところもですね同時に、やっぱり議論はしていかなきゃいけないなと思っているところであります。はいはい、ありがとうございます。まあ、あの全道的に、まあ、あの道庁の方が、まあ、業種指定して、まあ、休業要請してということで、まあ、札幌市そしてその他にもいろんな地方 の、 あの市町村でも応援体制できているようです。まあ、あの小野谷さんは、ね、帯広の方でいらっしゃいますけれども、あの逆にいろんなあの地方のお声も聞いていらっしゃると思うので、この補償 の、 あの状況であるとかあの体制についてあの思われることあると思うんですが、いかがでしょうか。これとりあえずですね、そのまあ 全道、まあ、全国の皆さんに聞いてもらいたいのは、例えばその、まあ、休業補償等々はですね、自治体によって違いますから。なので、この自治体はここに重きを置くですとか、いろいろその色が違うので、しっかり自分の住んでいる自治体は
何をするのかというのをですね、確認をしてほしいというのがまず一つです。あとですね、例えば非常にその生活に困窮をしている若者がいるとして、その若者に対しては、まあ、家賃を払うという制度もあるんですけれども、その家賃を払うという制度はどういう人たちが対象になるのか等々ですね、実は非常にその分かりづらい仕組みになっていて、特に若い人たちはそれにその情報にアクセスするということはなかなかないかもしれませんけれども、実際にはそういういろいろな細かい施策もあるということで、実際にその経産省のホームページとかにですね、実際にその国としてはこういうその支援をしますよという一枚にその一つのホームページで分かるような仕組みもありますし、逆に自治体にもそういう情報発信があるのでですね、まあ、両方見比べながら、自分はその日本人であるので、まあ、日本の制度を見ると、あと北海道民であるので北海道の制度を見ると、例えば何々町の町民なのでさらにこの制度を見ると、3つですね、しっかりと見て自分が何を使えるのかというのをですね、判断してもらいたいというのが私 の, その皆さんに言いたいことですね。はい、まあ、その中でね、今話題になっているのは雇用調整助成金がすごく例えば休業している場合 の, 人をずっとなんていうか、まあ、切らずに採用し続けた場合にもらえるなんていうか支援金なんですけれども、なかなかちょっと書類等が難しいで、日に日にそれが簡素化されたりとかいろいろしているというのは聞いてるんですが、やっぱり手続き的にはなんか非常に難しいという話も出ています。でまた5月1日からは何ですか、経産省の方からまたまあ、なんていうか継続できるような支援金もできてきて、それはネットでできるっていう話は出てるんですが、まあ、一方でやっぱりなかなかねちょっと時間がねなんかかかってんじゃないかとか、いろいろじくじたるような思いがあるんですけど、なんか澤田先生の方からね、先ほど同じような同業種の方でももうなんていうか金融の融資とかいろいろお願いしに行って、はいはい、なんかそういう具体的なお話あったんですが、その現状について。そうですね、いや先ほど助成金雇用を守りながらですね、要するに休ませながらそれを国からの保証でっていう、あれも8300円かなんか1日上限があって、それ以上超えると出てこないとか、いろんな難しい問題があって、僕もそろそろその従業員の問題も考えていかなきゃいけないということでやってるんですけど、これもなかなかねすんなりとした制度ではない。それからもう一つ、先ほど、中小企業も僕もですね、そろそろ銀行からの融資を考えなきゃいけないかなということで、まあ、付き合いのある銀行に来ていただいて話を聞いたら、国から3000万、それから北海道からも3000万予算をつくと、それと、まあ、札幌市が先ほど川田さんが言われたように500万、しかしこれね無金利って言ってるんですけれども、3年なんですよ。我々ね事業やってて3年で返せる業種なんかそんなにめったにないですから、これ、うん、そして特にこれだけ落ち込んだ時に3年で返せってどうやって返すんですかって問題もあって、なんかねその現場との格差が異常に大きいような気がするんですよ。だからどうしてこれだけの乖離っていうか離れ意識の差があるのかなという気はね本当にします。だから遅いのとこの現場の状況を理解してないのと、この2点がね大変なことっていうか命取りになりませんかということをねもう一回言いたいですね、国には。いや今国会開いてるんですけどね、なんか日々のなんか国会のなんか質疑とかいろいろ見ててもなんていうかなんかこう届いてんのかなって正直思うんですよ。なんかそういった意味ではすごく政治となんかすごい本当に困ってる国民との乖離があまりにも大きいんじゃないかっていうのと、なんか通常のなんかこう貧困対策と勘違いしてんじゃないかなっていう感じもしないではないですよね。でそういった中でいよいよ実はその5月7日6日までのって言ってももう実は考えるともう来週で一旦終わるはずのこの今の状況なんですが、もう今の段階で学校をどうするか、そして緊急事態のこの期間延ばすかどうかって話が現に札幌市あるいは北海道でも出てきていますけれども、いやいやなんか私もね今本当に今回そういった意味では危機管理ということで行きたいってことなんですけども、みんなすごい戸惑ってると思うんですけども、まあ、支援とそしてそのなんていうかスピードとそしてすごくその今なんか国民を陥ろうとしている苦境っていうののすごいなんか大きさになんていうかね本当になんとか早く答えてほしいなという思いがあるんですけれども、
どうでしょうか、ちょっとねバクッとした話なんですけど、この1ヶ月、来月5月6日以降 の、 あの北海道あるいは札幌の状況について、どう皆さんはあのなっていくかというか、どうしなきゃいけないのかっていう思い、なんていうか、そういうそれぞれね、あの、まあ、意見というか対応策、まあ、提案があればお聞きしたいなというところなんですが、まあ、沢田先生から言ったらまた続けてなってしまいますけど、どう思いますかね。いや、そうですね、5月っていうのは実はもう迫ってるんですよ。いや、本当ですね。それと要するに8割活動自粛、これはですね、本当に医療関係者のためにも我々はやろうという意思もあるし、当然やらなきゃいけないことだと思います。だけどこれ8割ってことはですね、ほとんど経済を止めるってことなんですよ。だからアメリカとかですね、イギリス、ヨーロッパの国々はもうそれだから一斉に8割の所得を保障するよとか、そういう形をどんどん取ってくる。このスピーディーな形が取れない限り、片っぽで経済は壊れていく。ただ片っぽはコロナもしっかり、あのチャイナウイルスもですね、しっかり管理ができていかない。そして医療現場では大変な状況で、いまだにマスクがないという混乱の状況が続く。これですね、あまりにも僕はね、政治が無策、まあ危機が、要するにこの日本人、まあ何回も言いますけど、75年間危機管理、非常事態管理ということ、まあ管理ができないから危機なんですけれども、このことを考えてこなかったこの国家の最後は大変な目に遭うんじゃないかという気はしています。はい、例えばよく言っている一律10万円の件についても、もうあの、まあ、あの明日あの国会の方でというふうな話ではあるんですが、まあ、急いでる自治体においてはもうすでに、なんていうか、もうそれが来ることを見越してあの支給を始めようとしているところがあるんですよね。でその中で本来、まあ北海道なんかも、まあ177でした、市町村ね、ある中で、あのやっぱりその各自治体、市町村にだけ任せるじゃなくて、なんかこうやっぱりみんなでどういうふうにやったら早く手が届くかっていう、そういうふうな技術的な支援をしていくのも本当は同調とか、あのあるいは政府の役割であると思うんですが、いや、こういった全体の状況について、あの小野寺さん、どうですかね。なんか見えないっていうかね、これですね、はい、これですね、多分北海道とか、まあ、全日本的にですね、まあ、世界もそうなんですけれども、もう今まで経験したことがないようなことがですね、これから起こってくると思います。それは多くの人が失業して、まあ、産業も崩壊をして、実際には医療崩壊も起きるかもしれませんし、とうとうですね、ドミノ倒しのように次から次とですね、自分たちの経験したことのない恐ろしいことが起こる可能性があるということを、まず我々が自覚をすべきだと思うんですけれども、実際に我々が、その日本人が思っているのは、まあその政府が緊急事態宣言を出したので我々は頑張ってると、できる限り今会わないようにしてる、まあ確かに頑張ってるんですけれども、多分諸外国から見たらですね、この頑張りは相当甘いです。というのは、まあ、諸外国はですね、ロックダウン、本当にその都市封鎖をしてですよ、で実際にはその玄関から出ても注意されるみたいなですね、非常に厳格なその規制をかけたんですけれども、かたや日本はですね、ファッと振り返ると、まあ、コンビニだとかに人がいっぱいいたりとか、そういうことは、まあ、諸外国ではありえないことを、まあ、日本ではまだやってるということは相当緩い中で、その我々がいるんだということ、それだとしたら、まあ、まだまだその収束には時間がかかるかもしれないのでということを考えると、実は日本人っていうのは少しぬるい、そのお風呂にぬるま湯に入ってですね、実際はその、まあ、早くその抑え込みをしなきゃいけないのに、それがずる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 後ろに伸びていってるかもしれないということを考えると、抑え込みもなかなかうまくいかないと、さらに経済もどん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 悪化をさせるというですね、そういう状況にあるかもしれないということはですね、我々は本当に認識しなきゃいけないというふうに思いますし、そういう意味ではもう少しですね、政府に毅然とした対応を取ってもらうというようなことをしてほしいというふうに思います。それは自治体にも同じお願いをしたいところ、憲法違反だとか法律違反だとかわわわわ言う人がいるかもしれませんが、将来的にはまあ試験を制限するぐらいのことをしないと大変なんだというようなこともですね、まあ、住民にしっかりと認識をしていただいて、まあ、非常に厳しいけれどもここまではやるんだというようなですね、姿勢を見せていかないと本当にとんでもない経済ととんでもない生活環境になるというふうには思っています。はい、そういうご意見がありました。その中で川田先生、
まあ、どっちかというと川崎ですよね、やっぱりさ札幌市、そして札幌市議会での、まあ、議論ということになろうかと思うんですけれども、急がれる政策について今札幌市でできることとか、あるいはなんていうか市民がやらなきゃいけないことについてご意見いただければと思うんですが。はい、ですね、さっき融資の話とか給付金の話でもいたしました。なるべく早く市民に届くような形で体制も今強化しているところで、まあ、もし修正点があればまたさらに修正をしていくという形でですね、まあ、どんどん進めていかなければいけないと思うんです。ただ今言われ私が相談を受けている中で、よく言われるのが、例えば、休業補償についても道と市がですね、まあ、30万円にするべくですね、いろいろと負担割合変えながらやったりとか、あとは先ほど のこれはもう2月からやってますけども、今は1億円だった上限を2億円までにしてですね、融資の制度、まあ、他にもやってますけどいろいろとやっております。ただよく言われるのは、まあ、給付金はもうこれはもうそれぞれもらえるようにですね、早くサービスをもう市民の皆さんにですね届くような形でどんどん進めていくということ。しかし、融資となるとよく言われるのが、一体来年再来年、さっき小野寺さんも言ってたようにすぐ返せるわけじゃありませんから、結局借り換えができたり、利子がですね、金利が安かったりとかいろいろと利点はあるにしても、結局借金をしなきゃいけないと。そうなった時に一体来年はどうなるんだろう、再来年はどうなるんだろう、今の日本でどうなんだろうっていう、まあ、北海道でどうなんだろうっていうですね、結局先行きが見えないと、どれだけお金を借りていいのか、でももうこれで例えば高齢になってしまえば事業もやめた方がいいのかというですね、本当に究極の選択をみんなが迫られているこの現状があるんですね。でこれについてはもう本当にですね、もう明日のことは誰もがわからないわけでありますけども、やっぱり何に気づくかって言ったら、まあ、やっぱりその北海道庁また札幌市も含めて、どこが何が一番いい姿なんだという、やっぱり終わりの姿もやっぱり僕は見せていく必要性がこれからあるんだと思うんです。でその中において、やっぱり重要なことは、私たちはどんな危機になってでも適切に対応しますという言葉だけじゃなくて、目で見せていかなければいけないという部分においてですね、やはりその、まあ、先ほど奈々さんも言ってましたけど、やっぱり大阪知事の吉村知事とかですねのような、まあ、中身が別であるかは別に、どうであるかは別にしても、やっぱり、従わないところにおいてはある程度厳しくすると、そういった姿勢もですね、僕は必要であって、そういった姿を見れば私たちももっと頑張って、早く終わらせるように努力しようと、みんなでですね気をつけ合おうと、それでみんなで努力をしようというふうになるんだと思うんですね。そういう姿勢がなければ何が不安かって言ったら、一体将来どうなるかが全く見えてこないと、どうすれば、終わりなのかという部分も見えてこないというふうになってですね、やっぱり全てがこう不安になってしまうという部分で、やっぱり安心感を与えるというのがこれからトップに求められることであって、そのためには時としては嫌われてでも厳しくすると、で我々もそれはもちろん律していかなきゃいけないし、でそれも正して議会で正していかなきゃいけないという部分がこれからやっぱり大事なんだろうなと。そこで私権の制限がどうであるとか、今日ですね、憲法について世論調査の結果が出てましたけども、だんだん拮抗するようになってきたっていうのは、すなわち、自分の自由っていうのは大事だけども、だけどやはりその自由っていうのはどうあるべきなのかっていうのが、ここでだんだん考え始めたという意味においてですね、私はやっぱりトップとして、時としては嫌われてても厳しくですね、やるべきことはやる、そして、早く進めることはもうどんなに大変であっても、例えば他のいろんな事業そのものをですね、少しでも削ってでもですね、その今の武漢肺炎に対してですね、全力を投入するという姿勢を見せる、そういったことが僕は大事なんだなというふうに今改めて感じております。それがさっき北朝鮮の話いたしました。結局今まで拉致被害者がこんなにもたくさんいると、厳しくやらなきゃいけないところを ある意味ではお願い、そして、トランプ大統領、他の国の大統領にお願い、して今は、要請、
やばこれすごく共通してるんですよね。これだとみんなが一体どうやってこの国でどういうふうにしていけるのか行けばいいのかっていう不安だけに駆られてしまう。私はこのことが一番今解決する重要なことではないかなと思っているところであります。はい、ありがとうございます。まあ、いよいよそういった意味では本当に、このコロナというかウイルスの問題と実は今までのその、いわゆる北朝鮮の拉致問題というか主権の問題っていうのを、我々がしっかりなんか向き合ってこなかった。でそして今全員がその状況というか苦しい目にあって非常に問われてる話なんだと思うんですよね。で、今後もちろん支援策はなんていうか速やかにやってほしいと思いますし、そして本当に小野田さんおっしゃった通りどれだけきちんとブロックできるかで、ブロックした後の今後の日本っていう、国家として、どういうふうになんていうか向かっていくべきなのかっていう、日本人そのものが問われてるんじゃないかなというふうに思っております。そういった意味での、アフターコロナってなればいいんですが、今後のそのなんていうかこのなんていうか危機的状況を抜き切るために我々が取り組まなきゃいけないことということを、またお一人お一人からお聞きしたいというふうに思ってるんですが、私はもうなんか長い言うあれ言ってこなかったんですけども、やっぱり主権の問題っていうのに向き合ってこなかった。で川田先生がおっしゃっていましたけれども、憲法問題っていうのをやっぱりこうほったらかしてきたように、これもはっきり言って今苦境に陥る状況の一つになってるんだと思います。で、いまだにですね、本当にこんな状況で本当にブロックしなきゃいけないのに、なんかこう人のなんかその人の個人的意見を尊重するんだって言って、どういうふうな人がなんていうか病人になったのか感染症になってたのかっていうのわからなかったとか、あるいはなんていうかプリンセス号からプリンセス号で武漢から戻ってきた人たちが、いや私は帰りますからって勝手に帰っちゃったとか、そういうことが行われてきたんですけれども、今改めて世界中が同じ状況に入っていて、世界がどれだけ真剣に向き合ってるのかっていうのを見ると、やっぱり日本人っていうのは先ほども意見の中にありましたけれども、ちょっとのんべんだらりとしてる。で、陽性に過ぎないで、陽性に過ぎないからこそ国家としてもなんていうか支援策っていうのになんか本気にかかってないような、なんかこうお互いがお互いなんかこうなんか時間かかってるような気がするんですけども、やっぱりこれを正していく必要があるのかなということと、今後中国が急になんていうかこう、マスク外交を始めて日本に対しても支援の手を伸ばしてきております。そして北海道においてはアリババが北海道の物産がなんかダブついて大変だねということで、なんていうかネットモールで買い上げをしてあげようとかいうような、手も差し伸べてきていますけれども、今後その私たちが向き合わなきゃいけないことということを皆さんどうお考えであるのか、お一言いただきたいと思います。じゃあ澤田先生からいただいてよろしいでしょうか。ですね、やっぱり危機の時には本当に基準というか、この危機をどう乗り越えるかという時のが表面に浮き上がってくると、その中で僕はですね、今回ここまでの中でやはり国家がしっかりして対応しなければどうしても対応できないということ、それからもう一つですね、非常事態条項がこの国にはない、憲法に入っていない、この非常事態条項がないということによってですね、本当に中途半端な要請しかできない。結局世界各国、憲法を否定する非常事態条項を全ての憲法に入れてるということなんですよね。これ憲法には全ての権利を保障してて、それを一回止めなきゃいけない、ほとんど独裁制になるわけですけれども、それに対応するためにはそういうようなこともしなきゃならない状況があるということですね。この日本人がずっと忘れてきたということだと思うんです。だから例えば法律、ペナルティなき法、罰則なき法は法ではないと。例えば国際法がなぜ法的に有効でないかといえばですね、フィリピンが南沙諸島の中国の基地作った時にですね、ハーグ国際仲裁裁判所に提訴した。したら国際仲裁裁判所では全面的に中国が不法であるという判決が出たんです。しかし中国はこれは一辺の紙くずだと、これで終わってしまう、これでは法ではないということなんですよ。やはり罰則規定がなければいけない。この意味ではですね、やはり特措法を用いながら要請をお願いしながらっていうのは、先ほど小野田さんも言ったけれども、中途半端な状況しか作れないんじゃないかと。だからこういう危機があるということを忘れてきたこの国家がですね、やはり大変な状況になるぞということが、僕はもう今後国でみんなで考えていかなければならない。それであれば憲法を変えてでもこの部分を作っていくということも話していかなければならないと思います。
はい、なんかこう順々に並んでということで、川田先生お願いしてよろしいでしょうか。はい、私もですね、市政の現場でですね、まずやらなきゃいけないことは、今だんだんこれ正直言って、6日までという期限になってますけども、ほとんどこう6日延長せざるを得ない状況だと思うんですね、緊急事態について言うと。そうなると、やっぱりご高齢の方でありますとか、子どものやっぱ健康管理、やっぱり外に出ないでくださいってなったら、やっぱり1回も外にだんだん出ないようになってきちゃうんですね。今高齢者特にですね、非常にそのなんていうのか、外に出ないことによって、だんだん健康も害してしまうということもあると思うので、こういった身近な部分においてですね、やっぱり、そういった皆さんにどう健康管理をしてもらうかということを訴えると同時に、そしてですね、やっぱり大きな視点で言ったら、やっぱり、こういった事態そのものを招かないように、今後ですね、しっかりとした体制を作るためには、やはり憲法そのものも変えていかなければいけないということも、一国民として訴えながら、そして、やはりこの危機管理っていうものについて言うと、時としては嫌われてでも、やっぱり、一番の原因は何なのかっていうのをきちんと突き詰めて、その原因を排除するためには、それこそタブーなしにですね、きちんとやっていくということ、これをですね、やっぱり求めていかなければいけないなというふうに思っているわけでございます。そうしないと、先ほどの言ったようにですね、これから経済、自分の事業が大変だと、でもお金借りるにしたってどうしていいのかがわからないと、このままもう札幌もダメになっていくんだったら事業やめちゃおうかなということを、これが始まっちゃうんですね。そうなるとみんながだんだん内向きになってしまってですね、これから V 字回復だと言っても、みんなが内向きになっている段階でですね、 V 字回復っていうのはなかなか難しいことになってしまうんで、こういった部分もやっぱり含めて考えたときにはですね、この危機管理っていうのが、いかにして見せる部分と、でしっかりとした体制を作る部分と、これをですね、きちんと作っていくっていう、改めて重要さというものをですね、私たちも認識したわけでありますから、それをきちんと憲法にですね、明記をしていくという、やっぱりなんていうか、国民的な活動もこれから重要だなというふうに感じているところであります。はいはい、じゃあ小野寺さん、よろしくお願いします。これ最後なんですよね、多分ね。はい、それでですね、実際に、その今の武漢肺炎の、終焉というか、その後の日本を考えるときに、まず重要なのは、今起こっていて、非常に問題だと思うことを日本人は忘れないで、そしてその次のステージでそれを変えていくと。だから今起こっていることをちゃんと認識するということと、実際に起こっているものの中で解決できるものは解決をしていかなければいけないという認識も忘れてはいけないというふうに思っております。例えばですね、今僕がおかしいと思って騒いでいるのは、マスクの受注の件で、一社だけがおかしいその受注をしていたというような疑惑、まだ疑惑ですけれども、疑惑があると。で、実際にですね、多くの方がこんなに大変な時にそれを追及してどうするんだという話もありますけれども、本当にそういうような組織、そういうような形と、その自民党が一緒にいていいのか等々ですね、いろいろなことを考えると、実際には追及すべき問題もあるんだというようなことも理解してもらいたいというふうに思いますし、実際にその今現在進行形で注意しなければいけないのは多くあるんですけれども、例えば一つですけれども、多くの諸外国で会社が大変な状況になっていると、一流会社が、その一流会社が大変なことになっているところに中国資本がどん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 入り込んでいって企業を買収しているというような問題もあるんだとしたら、日本の企業はこれだけ無防備で大丈夫なのかと、他の国に比べてもっと大変じゃないのかという思いも持ってですね、そういうものもしっかりと防止をしていかなければならないというふうに思っていますし、実際には終わった後が我々は本当に大変な状況になるんですけれども、今起こっていることをしっかりと認識して対処をしていきながら次のステージに向かっていくということが大切なんだなと思ってますので、それを最後に伝えたいと思います。はい、ありがとうございました。本日はいわゆる危機管理ということで緊急の討論会を開催させていただきました。川田先生は札幌の厚別区から、で小野寺さんは
帯広からということでスカイプでご参加いただきましたけれども、まだこの状況はまだまだ長い戦いになるなろうかと思います。まあ、この危機管理について、まあ、いろんな議論を深めながら我々も、まあ、その都度まあ、緊急な状態があればまた討論を深めていきたいと思っておりますので、ぜひ皆さんも一緒にお付き合いいただければと思います。それでは本日はこれで終了させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。